こんにちは、コミーです。今日はこちら、まず開封からいきたいと思います。国際郵便物です。小さいのでポストに入ってました。じゃんじゃんも何もない。じゃじゃん開け方が下手。あ、こんなのが入っていました。ミニワバリ、チャオグーのミニワバリを買いました。海外ということで、ですね、割とすぐに発送になったんですよ。発送の連絡はすぐにあったんだけど、カナダだったかな。で、到着が2、3ヶ月後みたいにっていう予想が送られてきたんですよ。だけどそれより早いと思う。で、いつ買ったかもちゃんと今発送のメールが見つからなかったからちょっとわかんないんだけど、思ってたより早いと思います。4月ぐらいになるのかなーって思っていた感じなので、 2.5 ミリと 2.25 ミリを買いました。それでまあこの開封じゃすぐ終わってしまうので、このエトナが、チャオグーの 2.25 なんですね。なのでこれに変えてちょっと編んでみたいと思います。同じ長さですね。で、コードはこれはセット、輪針セットなんですけど、セットのは細いんですね。コードが右側がミニ輪針の方なので、やっぱりセットじゃないのは単品のコードと同じってことなのかしらね。かかとが終わり、ちょっと手がかじかんでるな。スパイラルのところに来ているので、こうミニ輪針にすると速くなるというはず。あ、何センチか測ってないね。23センチです。23センチで、針が、5センチから、コードが13センチというサイズ感です。ですよね。ちょっと一周してみないとわかんないけど、私が持っているミニ輪針は、キンキさんの非対称ミニ輪針なのですね。で、早いというのはすごい納得してます。早く編めるっていうのは自分でも分かってるけど、編みやすいとは言えないかなという感じですよね。やっぱりこう手の使い方が
違うっていうかな。だから時々使うという感じで今まで使ってきたんですけど、まあとにかく早いわけなんですよね。だから使えるといいのになーとは思っていたんです。で、つなぎ目、コードと針のつなぎ目のところが、引っかかる感じはちょっとあったんですね。で、そこも、まあ、気になるっちゃ気になる。で、今、今回、ミニ輪針を、その、キンキさんの使っていて、いつもは長い方を右手に持ってたんだけど、間違えて、で、ほどいた時、針をセットするときに短い方を右手にセットされてしまっていたんです。これは意識しないで間違えたというやつなんですけど、それでちょっと編んでみたら、あ、こっちの方が場所によっては編みやすいのかもしれないなみたいなこととかもちょっと感じたりしてました。まあ、だから使い方をちょっともうちょっと考えたら、いや使えるかもしれないなとか、そんなことを思っていたのが最近の話です。で、そう、これはもう頼んでいたから、もう来ないことにはね使えないし、待ってたんですけど、もっとかかるかと思ってたから、あ、早かった、意外に早かったなみたいな。ということで今入れ直すことができました。そしたらここに入れた方がいいってことだな。ここが段の変わり目ということで入れといて、で、これはスパイラル用なので、夢中になっちゃうかもしんないな。ちょっと飲み物に行きましょう。今日の蓋付きマグカップ。はい。コーヒーです。ですね、快適です。とても快適です。あの、やっぱりコードと針の境目がとてもスムーズなんですね。チャオグ、単品で一つ輪針持っているんですけど、まあそれももちろんだけど、セットの輪針も、あの、このつなぎ目がとてもスムーズっていうのは、これは特徴なんですけど、もちろんこれは、あの、単品と同じですよね。だから、あの、引っかかり感がまあないというのはとてもスムーズです。で、針の長さも、まあ、ミニなので、そもそもミニなので、まあ、短いです。だから、そこは、今までの感じと、そう変わらない。ですよね。だから、編みやすいとは言わないけど、まあ、こういうもんだよねっていう、感じですね。まあ、だからあれだな、私的にはそのつなぎ目のスムーズ感はとても違いが感じられる。で、やっぱりこの一周がそんなにこう長くはないですよね。これ一応自分用にね
編んでるんですけど、まあそれはそのミニ輪針にするとやっぱこうなるんだなーっていうのをその前から感じてたんだけど、まあ、でもね、そのキンキさんのミニ輪針で編んでる時にも思ったんだけど、この引っ張られる一周の長さと針の長さがぴったりじゃないから、編み目は引っ張られる感じはあるんだけど、でもそれは多分ここで編む時にこの左手のと糸のテンションをこうしっかりと均一に保てれば緩まるってことはないのかなとも思ってるんですよ。だから編み方の問題かなって、そのミニ輪針だからといってその編み目がミニ輪針仕様になるっていうのは、まあ、自分がこのミニ輪針に慣れてないからなんじゃないかと思ったりもしてるんですね。だからそこはね、今後使い慣れていくっていうことで変わってくるかなとは思ってたんですよ。これ使い続けたいかなと思います。ちょっとチャオグーのミニ輪針、2.5 と 2.25 があるから、セットの 2.5 と 2.25 と一緒に、つま先かかとの部分はミニ輪針ではできないから、その時に同じやっぱりメーカーのものの方がいいなと思っているので、ちょっと使ってみようと思います。でも良さそう。すごく良さそう。で、そうなんですよ。手が慣れれば使いたいと思っているんですね。ミニ輪針。本当に早いから。ただその手が慣れないのに無理に使ってると、嫌になっちゃうから、嫌になっちゃうんだとちょっとそれはなんか残念だから、まあ手が疲れるようならね、少し開けて、またミニ輪針使う期間と使わない期間っていう風にしたらいいと思うんだけど、これなら平気そうな気がする。でね、ミニ輪針の場合だと思うんですけど、この針になんか力が加わるような気がするんですよ。まあこれ編み方にもよるんでしょうけど、ミニ輪針の場合にね、この針にこう力が加わってるような気がするんです、編む時に。まあ自分がこの小さいものを持つ時にこうギュッてなってるからっていうのもあんのかもしれないけど、なんかそんな気がするんです。実際どれだけ力がかかってんのか測ってないからわかんないけど、そうするとキンキさんのは竹なんですよね。でもちろん短いからそんなしなるってほどじゃないんだけど、力かけてるよねっていう感じがすごく自分でしてたんだけど、これ金属だから、まあ、そう強烈な力が入ってればね、使い続けたらこれ曲がってくるってこともあるのかもしれないけど、なんかその力をかけても大丈夫っていう安心感がなんとなくあります。金属ということで。で、あとはまあ金属と竹のね、好みっていうのもありますよね。で、私金属は、滑ってしまうから、あんまり手に合ってないと思っているんだけど、チャオグーの金属は違うのですね。だからこれだから使えるっていうのもあるんだけど、って考えるとこれはめちゃめちゃいいわ。まあ、買うときに絶対いいだろうと思ったんですよ。いや、教えてもらってチャオグーのミニ輪針があるっていうのを教えてもらって、で前にもうちょい前に聞いてた時に、はーんって、
頭には入れとこうと思ったんです。でその頃まあいろいろ針買ってたりもしたから、まあ今持ってるやつとりあえず試してみようみたいなところで、その時は買うということに至らなかったんだけど、今持っている自分が持っているキンキさんのミニ輪針を使ってみて、やっぱ早いよねって分かった時に、じゃあチャオグーのミニ輪針はいいに決まってるなって思ったんですね、直感的にね。だからそう、この売ってるお店をまず探さなきゃいけないとかいうところで、これ探すのかな、自分で探そうとするのかなとか思ってたら、教えていただいたんです。ここにありますよって。そんで教えてもらって、すぐ注文しました。それぐらい、もう予想でも分かってたっていうね、絶対これは私の手に合ってると思った感じがあって、まあ想像通りだなっていう感じなんです。これはもう大活躍なはずです。とにかくチャオグーンは本当に靴下編みにすごく向いてるなって、これは私の手にってことですけどね、って思っているので、これはまた最強な道具をゲットしてしまったなという、そういう感想でございます。これはでも本当にね、手との相性があるので、私はということになるですね。で、特にミニ輪針は本当に賛否分かれると思いますよ。手に合ってる合ってないで、だいぶ、こう使い心地が違うと思います。だから、もうこれは、参考にしていただけるといいと思います。はい。というところでして。スパイラル、こっち向きに模様が動いていくようにしているんですけど、こっち側は、こっちに動いていくやつにしようと思います。この間一個それで編んだんですけど、ちょっと自分用にもそれで編んでみようかなと思って。はい。ということで、今日は開封チャオグーのミニ輪針を買ってみたということと、編み始めたということです。ミニ輪針でね。で、買ったお店はこちら、ファイバーアートスタジオというところになります。はい。本日の手芸というコーナーは毎日19時45分から動画公開をしています。私の手を動かす時間というのを動画にしているというコーナーです。一人喋りをしながら手を動かしているということで、今日は何をするのかな、今日は何を喋るのかな、そんなことを楽しみにしていただける方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。おしまいです。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今日の動画何か参考になった方は高評価お願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。